崎チャンネル2023年 WBC 初戦日本対中国1打8完勝ナイスナイスゲームねえどうですか戦前にも言ってましたけどもキーポイントになるのは近藤とね言いましたけどまさにその通りね最初に言いますけども今日のね MVP ヒーローインタビューは大谷翔平でしたけども里崎的裏の MVP はもう近藤です。 ナイス出塁っていうところでね、素晴らしい活躍を見せましたけども、さあ WBC 全試合にわたってサズ木キは解説します。今日は Amazon プライムでの解説でしたけども、明日は日本放送ラジオで解説になっております。もちろんサズ木キチャンネル全試合サズ木キが WBC をどこよりも詳しくお伝えします。ちなみにサズ木キは準決勝、決勝とアメリカ、フロリダに行きますということでね、現地で生で、そして球場で生の声をね、皆さんにお伝えしたいと思います。今日もですね、 試合前の練習からね、もうコロナもちょっと緩和されてきてですね、解説者の方もグランドレベルにおいて取材することがね、できるんですけども、今日もね、いろんな選手、ダルビッシュとね、握手しながら頑張ってってね、いうところでいろんな選手にね、インタビューしましたけど、まずね、岡本選手っていうところではね、どう緊張してるっていうところを聞くとね、いや、全然それが緊張してないんですよ、 いつも平常心でやってますしまだそんな練習中なんで高堀も今はないですねっていうねでどう状態も良さそうだね変化球とかも対応できてるしというのを聞くとあ状態も結構ボールも見えてるしタイミングも取れてるんでいい形で開幕できましたというところもあるしね牧選手は、ね、ばっちリ散髪してきてましたけどもね牧選手にどうというかめっちゃ緊張してますっていう風なね言葉言ってましたし源田選手もねもう準備万端ですとあとやることだけですと。 海選手にインタビューしてもですね、もう今まで準備してきたことは全部できたんで、もうね、本戦に向けて、えー、不安なく、やり残したこともなく、えー、臨みましたと。まあ、とにかく初戦ね、言いい形で勝ちたいですっていうね、えー、ところとか、まあ、いろんなね、選手も、えー、山川選手もね、あの、最終戦ね、オリックスの試合で、えー、打ってね、もう準備万端ですっていうね、えー、声も、えー、聞こえましたし、あと、伊藤博美投手がね、今日素晴らしいピッチングでしたけども、あの、試合前ね、インタビューすると、えー、すごい緊張してますっていう、東京オリンピックのとこより、あなんか緊張してますっていう、 いう風ね、えー、そうなのって言って伊藤選手緊張とかするタイプなのってったいやーなんか緊張してます」っていうね、えー、声を聞きましたけど試合にね入ったら最終回投げましたけども顔もね堂々として全く緊張の木の字もね感じない素晴らしいねピッチングだったと思いますけどもなんとね完勝でもねまあちょっと前半予定してた通りの展開には ならなくて、若干ね、心拍数上がるところもありましたけども、まあね、えー、日本、今日の先発ね、まあ、情報通り、大谷翔平というところで、4回49球、1安ン五5三死、無死球無失点というところで、ちょうどね、アマゾンプライムの解説席っていうのが、もう、キャッチャーの真後ろで、もう、ピッチャーを直線的に見れるっていうところでしたけども、スライダーがめちゃくちゃ曲がってた。後ろから見た時に、ほんと、あの、そらね、中国のバッターも腰引くよ。 体に向かってきてからね曲がっていくっていうね、後ろから見てて、まあ、でも比較的まっすぐスライダーが多かったかなと、まあ去年のね、あの MLB の,のデータでも、もうストレートよりね、スライダーの方が割合的に多いっていうところで、まあ今日のピッチングもね、まあまだね、この試行錯誤、準備なんかあるかなっていうところではね、まとめてきてるっていうね、ストレートのマックスも160キロ出てましたし、まとめてきてるっていうところはあったけども、まだまだいいところは見せれるんじゃないのかなと。まだねこの次の次準々決勝決勝勝に向けて どどんどんね上がっていけるるとところはあるかなとでね、ヒーローインタビューでも言ってましたけど、あの、玉数制限がね、あの、個人的な玉数制限っていうかね、があった中で、まあ、49球で降板してましたけども、あの、まあ、ま、 ある筋の情報からすると、エンゼルスから、この第一プールっていうところは、50球のね、え、WBC の第一プールの球数制限は65球だけども、エンゼルスからの球数制限としては、50球っていうところがね、あるっていう情報を聞いてたけども、ま、それがどうなのかなと思ってたけど、結局49球で変わったから、ま、その情報通りだったのかなっていうところで、ま、50球のね、球数制限の中で、ま、あ本当にね、素晴らしい、ピッチングだったと思います。そしてね、なんと攻撃は、初回ね、ヌートバーが、 初球をセンター前っていうところでね、いい走り出しをして、近藤選手フォアボール。で、大谷フォアボールと、これ満塁になってね、村上、押し出し。よーし、ここで、一気に行こうっていうね、いうところで、まあ、吉田選手ね、ショートフライ。で、岡本がね、ライトフライで、近藤選手ね、タッチアップ、ホームアウトっていうところでは、若干、中国の守備体系、舐めたかなっていうところは、 あると思うんだよね。ちょっと、スタートもね、どうしようかな、みたいな感じに見えたの、俺からは。で、スタートしたから、若干スタートもね、遅れたっていうところで、あとは中国のね、中継がうまく挟まってね、アウトになったっていうところあるけども、若干ここね、ちょっと涙からっていうね、ところはあるような気がしました。で、そこでね、栗山監督出て、コれジョンじゃないのっていうところのね、講義もあったけども、まあ、そのままね、アウトっていうところで、まあ、どんな形ですらね、早めに1点取っていくっていうのはいい形だったんでね、この1点はね、 良かったかなと思ったけども、まあ、2回ね、先頭巻き、サードゴールね。で、えー、玄田がセカンド内安打で、ここでね、牽制立っちゃうと。ね。WBC はね、本当はあの、日本の NPB に比べると、牽制がね、あの、ボークの基準が緩いんでね、ここら辺ね、気をつけとかないと、アウトになってくるからね。ここね、あの、ちょっともったいなかったかなと。で、まあ、玄田選手ね、リクエストのね、あの、チャレンジの指示ベンチに出したけども、栗山監督はね、行くのやめて。まあ、でもね、そんなかん、 数使えれるわけじゃないんでね、ここあんまり点数に関係ないところだったから、まあ、まだ2回ぐらいだったしね、まあ、ここはもうアウトでいいかなっていうところでのね、ベンチがそのね、チャレンジしなかったのは正解だったかなと思います。で、その後ね、下フォアボール、で、えっ、ー、と、ヌートバーフォアボール、近藤フォアボールで、三者連続フォアボールで、大谷、に西番塁、ここでね、ワン投手に変わって、よし、行くぞここで一気にっていうところでね、あの、ショートゴロ、スリーツーからね、若干最後、ボール球ね、 ちょっと手出しちゃったかなっていうところでアウト。ちょっとね、ドキマして、ギしてくるね。ここら辺点が入んなかったからね。3回裏も2アウト1、2塁のチャンス作るけども、現田選手がね、ピッチャーゴロというところで、まあ、大谷はね、完璧なピッチングしてる中でね、もうそろそろちょっと追加点欲しいなと。しかもね、大谷選手が球数制限でもうすぐ変わる可能性があるから、そうなってくると、この1対0の状況の中で、まあ、ね、第2先発、戸郷選手が行くんだけども、これはプレッシャー大きすぎるぞと。 ね、そろそろね、あの、解説の中でも言いましたけど、4回ね、そろそろこの回ね、点数が欲しいなっていうところで、ワンナウトからね、ヌードバーがファーストへのね、内安打。これあの、スタジアム上ではエラーね、ファーストのエラーがついてたけども、どうなんだろう変わったのかなで、内安打で近藤選手がライト前ヒット。この近藤のライト前ヒットが待つ。これがね、今日の試合の一番の分岐点のグッドポイント。この近藤がここでヒットで繋いだことによって、 その後ね、大谷翔平がね、インコースに落ちてくる球を、あれ引っ張らないでね、あれ王さんとダブル解説しましたけども、王さんもね、あれを引っ張ってたら、セカンドゴロ、ファーストゴロもあったかもしれないけども、あれを反対方向に打ったっていうところが素晴らしいっていうところでね、無理に引っ張らないで、反対方向左中間ね、フェンス直撃のツーベース。この2点でね、空気全体が、まだね、ちょっとね、ピリついてた、東京ドームも。おやおや大丈夫 ?1 点差 大丈夫なのっていうところがね、この大谷選手のツーベースで、一気にね、球場全体の雰囲気も柔らかくなって、あと栗山監督のね、あの表情も初めて緩んだ。この時に。ちょっとニコってね、初めて緩んで、このね、2点取って全部がね、緩くなったっていうところでは非常に良かったんだけども、大谷のね、このタイムリーは素晴らしいけども、やっぱりその前にね、近藤選手がライト前で、1、3塁の チャンスを作れたこの近藤のヒットが今日の試合の一番の MVP ポイント。しかもヌードバーが三塁に行ったことによって、大谷翔平もね、フライドオッケー、フライドオッケーっていうところのね、ところでは非常にいい形のね、バッティングができたんじゃないのかなと。まあその後ね、2ーアウト満塁になるけども、ね、牧選手のショートゴロ。これでショートでスーパープレイだった。中国で。これ非常に上手かったね。で、その後ね、4回でね、 大谷選手がきっちりね、49球で変わって、その後ね、都合が来るんだけども、ね、若干ね、ちょっとキャンプの練習も含めて、ちょっとバタついた感あったけども、3車連続3車、ストレートも走ってるし、そし球速はね、10キロ弱ぐらい大谷選手よりも遅いけども、見た感じね、全く遅さ気にならない。っていうかね、スピードほどね、 違い感じないし、すごい大谷選手に負けないぐらいのスピード感がね、出てるっていうところではめちゃくちゃストレートも走ってたし、フォークもぶり落ちてたから、このね、3三振っていうところは非常にいい滑り出しだったけども、6回ね、ツーアウトからこのね、リャンピン選手にレフトへのホームラン、ね、打った瞬間。 このね、一番のリャンペン選手、東海大使使って言ってたから、なんか日本生まれでね、日本で育って高校野球もしてね、ていうところではね、非常に打った瞬間のホームラン、2006年思い出したね、2対0で迎えて、あれ4回裏だったかな、宇宙間へツーランホームランが打たれて、一気にザーついたっていうね、え、まさかみたいな。え、負けることないよねってね、思った2006年。まあその後ね、18対2とコールドになったんだけども。 若干ザワついたやっぱ、ね、中国選手っていうのはやっぱ小力っていうか力あるからね当たったら飛ぶっていうねところではこのねホームラン若干ざわついたね3対1になってね7回もねマサゴ選手がフォークのねインコース来たところコンパクト振るんでて、ね、今日マサゴ選手いい活躍したね最後のね伊藤選手からのライトライナーもいいバッティングだったしね非常にいい活躍、ね、したと思うここね 放送中にも言ったけどもね、NPB、ね、メジャーリーグだけじゃないから、こういう風にね、いろんなところでね、野球に携わっていきながら、世界を広げていって、野球の輪が広がっていけばね、それで異文化交流にもなってくるし、そのつながりがねスポ、スポーツっていうね、野球っていうところの発信でね、 平和にもね、世界平和にもつながっていけばね、それが一番いいことだから、このマサか選手のね、中国代表での出場っていうのはね、お父さんが中国人でお母さんが日本人らしいんだけども、この中国代表での出場っていうのは素晴らしく価値がある。ね。その中での活躍っていうのはマサか選手もね、非常に素晴らしい活躍だったかなと。で、その後ね、ワンナウト取ってから、レイチャン選手フォアボール。この一、二塁になってね、ワンナウト。これ、間抜けたら同点だからね。一発出れば逆転。 かなりね、球場全体がピリついて、で、このね、チャンジエ選手にね、救急粘られてね、最後三振取るんだけども、ほう、全部ついてきてね、フォークもストレートもね、これじゃ、若干、 ザワついたねちょっと放送席もピリッとしたしね、球場全体も、あれやば抑えるよね大丈夫だよねっていうね、空気感あったけども、その後ね、三振三振取ってね、まあ、見事にね、まあ、ここはね、ピッチャーの中では、まあ、トコがね、自分で招いたピンチだけども、この踏ん張ったのがね、良かったね。ここほんと危なかった。分岐点。守備の中ではね、非常にね、ここトコもね、よく粘った。でもね、投げてるね、球はね、全然悪くない。めちゃくちゃいい感じ。だからそこはね、次にね、続いていけるぐらいのね、自信はあると思うんでね、そういったところでは期待値は上がるね。 だからまあ、もう一つ言えばね、これは辻さんもね、一緒に解説して言ってたんだけども、シーズン中もね、スライダー19、17ぐらいね、投げるパーセントで投げるからね、もうちょっとね、スライダー挟んでもよかったかなって思うんだけども、これが難しいとこなんだよ。俺も2006年上原さんと出た時に、上原さんってやっぱりまっすぐホークっていうイメージあるから、まっすぐホークばっかりでやってたのね。で、それでアメリカ戦に谷繁さんが行った時に結構スライダー使ってたから、あ 結構スライダーも使うんだっていうところで勉強できて、準決勝の韓国戦、スライダーを多めに使ったことによって、韓国ねのねッたちもホークっていうイメージあったから、めちゃくちゃいい配球ができて0点に抑えたっていうところもあるから、ね、あの、まあ、周りでね、言うのは簡単だけど、やっぱ当人たちはやっぱいい球で抑えたいっていうかね、その、 主で抑えたいっていうイメージも強いから、一生チームでやってるとそういうこともないんだけど、そこなかなかね、一発勝負のところで、その接戦とかだったらね、で、で、ランナーも出て、と、一打で同点、一発で逆転っていうところになると、まあそういったところでね、あの、新しい試みたとか、使ってない球をいきなり投げるっていうのはね、不安があるわけよ。だからね、あれはね、正直ね、同じ代表日の丸でやった選手にとったら、仕方ないね。 今、辻さんが、えー、駐車場の前を通って帰ってきました。だからこれはね、もう仕方ない。それはね、リードがいいとか悪いとかね、言ってる場合じゃない。これはね、国際大会で、あの、あまり受けないピッチャーを受けていく中で、やっていかなきゃいけないっていうね、これ難しさや。これはね、やっぱ経験しないとね、わかんない。ね。これでね、批判してるやつっていうのはね、ちょっと浅い。浅いっていうか、まあ言ってることもわかんだけども、そんな簡単じゃない。代表っていうのはね。しかも準備期間も短いだけにね。 ね、それは攻められた。だからこれをね、生かして次のバッテリーの感じでは変わってくるとね、俺は思うけどね。それでね、なんて言ってもね、この7回裏、牧選手ね、デスターシャー、はい、ホームランね、これで、ね、勝負ありっていう形で、この一発でね、もう本当にスーパー重苦しいね、感じの球場の雰囲気が、一気にね、このデスターシャーでね、す、え、べ、ー、てがね、えー、払拭されて、でね、この8回裏、ね、一気に4点っていうところになるんだけども、ここもね、 ね、あのなんて言ってもね放送席でも言ったけどなんとかね山田に回してほしいと牧がホームランを打った後守備から山田が入ってね交代ってなったけどもなんとかね山田に回してほしいっていうところで、まあ、ヒットフォアボールもあってねワンアウトマ満塁からスリーボールからねフルスイングしてねあの空振りだったかなでもねこのノースリーからね打ちに行った姿勢がねこれが良かったあそこ振ってなかったので多分打ててなかったとあれをねしっかりフルスイングしたことによってねこのねスリーボールワンストライクからきっちりね2点 タイムリーツーベース。ナイスバッティね。さすがね。ここまでね、走行試合も含めて全然当たってなかったけども、ね。山田哲と本番になったら必ず撃つ男。です。はい。これはね、ずっと言い続けてきたけども、ね、スイッチ入るのよ。これね、山田選手もね、あのー、試合前練習時ね、声かけてちょっとね、あの話したけども、若干表情もさえなくてね、ちょっとトーンも低めで、ちょっと暗い感じあったけど、このね、ほんと一週間ぐらいで、走行試合も含めて、一番ね、ニコってしたね。 あこうツ,ーツーベースじゃないか、レフト前イタイムリーヒットか、一、ね、番にこーってしたね、非常にね、表情が緩んだ感じになったからね、これはね、非常にね、チームにとってもよかったねで、その後ね、原田が押し出しして、ワンアウト満塁からね、このワン選手にピッチャー変わって、もうこの勢いでね、回も打っちゃえと、ここで打ったらね、明日からの韓国戦、一気に楽になるっていうところでね、見事に。 レフトへね、まっすぐ引っ張り込んで、レフトへタイムリーツーベースっていうところでね、非常にこのね、まあ、ちょっとね、ちょっとギリギリ、前半ちょっと、うんうんって怪しい感じもあったけども、終盤に来てね、この途中からね、出た山田選手、牧選手もそうだけども、当たりが出てなかった牧選手にホームランが出て、で、そしてね、当たりが出てなかった山田選手に途中出場でタイムリーも出て、でね、当たりが出てなかった甲斐選手もね、いいところでタイムリーと、これね、最高のね、試合展開、ね、できた。もう、 初戦としたら、もうパーフェクト。もうね、パーフェクトって言ってもいいぐらい、終わってみたら、素晴らしい試合展開。若干、あの、7回表までは、ザー付きボイント満載で、もう、まさかはないよね。ない、ないと信じてるけども、危ないよ危ないよっていうね、試合展開で、皆さんもね、思ったかもわかんないですけど、ね、完璧な試合展開だったと思います。ということでね、まあ、佐々木のピックアップね、 えー、今日の試合でしたけども、まあ、大谷、戸ね、湯浅、伊藤というところでね、非常に湯浅もね、投げ下ろす形のね、ピッチングで3、3チと素晴らしいピッチングでしたしね、やっぱまあ、ディフェンス陣はね、もう素晴らしい、完璧って言ってもいいぐらいだし、打撃陣もね、終盤に向けて、えー、いい選手がね、打てたっていうところもあって、まあ、開幕戦ね、中国、素晴らしい戦いになったと思います。で、明日ね、韓国戦、韓国がね、今日オーストラリアに負けたっていうところで、明日ね、韓国に勝てば、日本の準々決勝進出はほぼ確定です。 99%確定ですで,でも、明日韓国はもう明日負けたら終わりだから死に物狂いで来るからね、もうなりふり構わず、ピッチャーも全勢力かけて投げてくるから、そういったところではね、あのー、もう受け身にならないように、今日のいいね試合展開、いい形っていうのを持ってね、明日の試合、初回からね、侍ジャパン。 言ってほしいね明日勝てば99.9%、えー、準々決勝品質確定です皆さんもねぜひ応援していきましょうということでね明日はさっきね日本放送で、えー、ラジオで解説しますからぜひね聞いてくださいということでサムライジャパン頑張れ日本世界一